がちょっとこう開けただけになりました。ファミアからジュリエ、しっかりクリアラも取りました。これでツーアウト。打ち上げました。これはファウルゾーンで中田翔が掴みます。ツーアウト。ちょっとゆったりとした感じ。セカンドナイスプレーです。この先のナイスで少しこう見えない部分もアピールしたいんだと話す方ですが、さあここもさばいていきます。第1位ね、セカンド強い打球になりました。ワンアウトです。吉選手です。ここはまっすぐ打ってショートが打つ。ああ一塁間に合いました。スリーアウトです。逆ラフショートへの打球が深いところ、これはショートになりそうだ。藤岡で送球、ああ打ち取りました。藤岡ナイスプレイ。杉谷のガッツ実らず。レフォイド、あ吹いています。野村はサード、ライトの前に落ちます。セカンドランナーはサードを蹴って、バックホームはどうだ。これはクロスになるぞ。タッチはどうだ。アウトになった。すごいですね。大谷対新野捉えてくれる。ランナーは川越、ベースボール去りました。もう一つインコース、高めに入りました。右方向、二塁ランナーは三塁回ってくる。バックホーム、形はどうだ。アウトでした。レフト線がこのスイング、二塁ランナー三塁回る。ホームに返ってくる。バッターランナーは二塁、センターへ打ち上げて落下点に柳田入ってボールを取る。大津さんの起る。セカンドランナーはすぐ右を越え、ライト前へ、皆さん3人回る、バックホームはする。上林どうか、タッチャー、タッチャーどうか、まだ裏くった、ライトへ、すぐに打ち抜ける、バックホームどうだ、どうだ、どうだ、アウト、大阪アウト。スタート、回転飲んだ、いい球が行きました、刺しました。この6連